それでは、トゥーンシェーダーの他のパラメータの説明で様々な表現をしてみたいと思います。まずはサンプルでこのようなロボットのキャラクターのシーンを読み込んでみましょう。こちらは現在、シンプルなシェーダーのみがアサインされてますので、新たにシーンにトゥーンを作っていきたいと思います。アーノルドのサーフェイスメニューから、AI トゥーン、こちらを2つ3つ作って、1つ目はそうですね、背景用としてでも作りましょうか。2つ目はその他、本体用ですね。今回トイという名前で作ってみましょう。他にも、ヘルメットというのを1つ作っておきます。作った後、それぞれに背景、本体、ヘルメットとしてアサインしておきましょう。で、一通りアサインはされましたが、少しわかりにくいので、それぞれの色味も変えておきます。こちらはそうですね、薄い水色のような色で、本体の方はわかりやすく、量産型のような緑色に設定しておきます。これでトゥーンの絵が出ますが、このままでは輪郭線が出ませんので、前回やったようなレンダー設定から、アーノルドのフィルターメニューを選び、フィルターを下から2つ目のカントラに設定すると、レンダリング画像に輪郭線が表示されます。ついでにサンプルも調整してレンダリングの重さを設定しておきましょう。ヘルメットの方に後で説明がわかりやすくするためにですね、スペキュラーを設定して、こちらもパラメータを少し調整して、絵が出やすいようにしておきます。ついでに、そうですね、ラフネスも、あと色味も少し設定していきましょうか。スペキュラーの結果が反映されやすくするために、一つディレクショナルライトも置いて、絵を調整しましょう。最初に置いてあったスカイドームの方のライトもそうですね、設定して、インデンシティその他、あと、キャストシャドウ等を調整して、トゥーンの絵だけが出やすいように、書いておきます。ディレクションの方は影の色を消しておきましょう。この状態、先ほどヘルメットに設定したスペキュラーの絵は黄色なので、そのまま黄色の絵が反映されております。トゥーンのシェーダーの一つの機能として、スタイライズとハイライトというものがあります。こちらはどのようなものかと言いますと、特定の指定した色や形を、指定のシェーダーに対して反映させるという機能ですね。例えば一つ、スポットライトを置いてみまして、こちらをヘルメットに当てるために位置と角度を少し調整して置いていきます。このスポットライトからのハイライトのみをヘルメットに反映させたいので、このまずはライトの位置の調整の後、名前をコピーします。こちらですね。これをコピーして指定したい、この場合ヘルメットですね。ヘルメットのシェーダーを選び、その中にあるスタイライズドハイライトという項目がありますね。こちらに先ほどのライトの名前を記入しますと、このようにスポットライトからの影響を受けたハイライトのみがここに表示されます。同時に色を変えたり、もしくはこのハイライトの形ですね。これを変えることもできます。例えばこのサイズのところに大きさを変更するだけでなくて、マッピングでフィルターを貼ることなどもできますので、このように、例えばチェッカーですね、貼ってみますと、このようなハイライトを表示することができます。こちらを応用すると、アニメのキャラクターのように、例えば目玉だけに丸いハイライトが映ったりなどということもできます。他にもですね、トゥーンのいくつかの表現方法として、
種類があるんですが、まずはちょっとサンプルのためにこのシーンを ASS で一つキャラクターを吐き出し、スタンドインとして読み込んでみましょう。では、シーンを新たに作成して、こちらにスタンドインを読み込む準備をします。まずは、背景用にプレートを一つ置いてみましょう。こちらを設定した後、メニューのアームモールメニューからスタンドインを選んで、先ほど吐き出した ASS ファイルを指定しますと、このようにバウンディングボックスが作成されます。ライトを生成してレンダリングをしますと、先ほどのキャラクターがシェーディングがネットワークがない状態で吐き出したので、何もない絵で吐き出されますが、こちらにも新たにトゥーンシェーダーをアサインして絵を出してみましょう。同様に輪郭線の設定がありませんので、レンダーセッティングからサイドフィルターでカウンターを呼び出し、トゥーンの輪郭線を生成します。シェーディングの方も色を少しつけて、同時にアングルの設定も変えておきましょう。このようにデフォルトのシェーダー、そしてかつ、エッジのアングルセッションなどを変更すると、細かな輪郭線が表示されるようになりますが、時にはこのような反差がクラッタリングを起こして見にくい場合等もあります。これらを回避するために、一つのテクニックとして、ウィズスケールにマッピングをする方法があります。ちょっとサンプルとしてこのように、たくさんのトゥーンと輪郭線にまみれた状態で、グリーンのシェーダーのアングルですね。変えた場合に、こちらのウィズスケールに AI フェイシングレシオというのをマッピングして、輪郭線の出方を調整する絵を見てみましょう。このように先ほどよりも随分とクラッタリングが回避された絵が見ることができます。赤い方は通常のシェーダーの設定までクラッタリングが起こってますが、一番最初の絵と比較してみるとわかりやすいと思います。このように様々な手法を用いてトゥーンの表現の幅を広げることができます。